ヤクルトは DeNA に敗れ、今季9度目の3連敗で今季最多となる借金15投手陣は19被安打で今季ワーストの14失点を喫した。実に最下位球団にふさわしい内容である。ボコボコにされてるね。高津インタビューあるのか。お前ら2年連続優勝してるんだから文句ないだろ。横浜は26年間優勝してないんだぞ。よっぽどマシだよ。横浜のヤクルトボコしてもしょうがないけどな。優勝しないと。登板人物全員失点、先発いなすぎ、中継ぎも誰も計算できない。もう負け症状だよ。中日も立浪を辞めさせたいし、ヤクルトも高津を辞めさせたいし、お互いに必死。中日と再会だな。これ要因も厳しそう。でももうシーズンは終わってるからそんなダメージはないな。ヤクルトはなんでこんな弱いの。早々に見切りつけたワイの勝ち、高津の負け。これが高津の5年間の集大成、チーム集大なりになってるけど、今後高橋の扱いどうするんだろう。高橋もうどうすんだろうな。これいつまで経ってもクソ濃厚治らんし。でも高橋にはまた登板チャンスがあるんでしょ。梶原にこんな打たれてるのヤクルトだけだよ。ここから100敗目指せませんか。20安打に届かなかった。偉いぞヤクルト投手陣。今日の DeNA は1軍も2軍もヤクルト相手に2桁得点で勝利。この試合を現地で見たヤクルトファンかわいそう。